平成21年度土木学会全国大会の様子公益社団法人土木学会は東京都新宿区四谷一丁目外堀公園内に本部を置く日本の工学系学会である。1914年に設立された学会の略称は JAS。土木工学の進歩及び土木事業の発達並びに土木技術者の資質向上を図り、 学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的とする。本部のほか、地域ごとに設置された9つの支部と、さらに海外支部には7つの分会がある。また、海外の25学協会と協力協定を締結している。教育、研究機関のほか、建設業、コンサルタント、館長など、会員数は2015年2月末現在で、 4万933人。土木学会の歴代会長は、以下の通り。古市君武沖の忠尾の村龍太郎石黒52、し、大志直寺、就任後3ヶ月で死去。広井勇戦国三原田沙助小川坂次郎、中原で三郎中山真てさぷ中島英一、就任後1ヶ月で死去。 草壁弁次郎吉村長作一之瀬京次郎岡野、昇田邉北郎中川吉蔵名場三つ女井介、真田秀吉久保岳一青山氏、井上秀次大川土曹淳辰馬鎌蔵、八田吉明中村健一谷口三郎奥様、幾路高知ー郎鈴木忠志寺田中豊鹿島、聖、ま、一岡田信二岩沢忠史京吉田徳次郎三浦、吉尾西栄一等、 呂、浦四角、平井、菊松、青木、楠木、口木、昭平、山、福次郎、内海、清四米田、正文、田中、重見沼、田勢、ノリ、長田、年藤井松太郎、山本、三郎、福田、竹岡部、三郎、篠原、武下が、市街、石原、藤次郎、柳沢、米吉、大石、茂成、高野、務、岡本、俊、三位、田、ふさ太郎、滝山、守る、大野内、雪尾、斎上、竹尾、水越、達尾、二杉岩お国分。 正種、高橋、国一郎、安島、吉之助、瀬正則、高橋、高二、岡部、田も月口、三つ保、桂三郎、石川、六郎、内田、高重、堀川、誠二、浅井、新一郎、岩佐、吉郎、藤井、年尾、竹内、吉尾、中村、秀夫、小坂、正、松尾、三宮崎、明、岡田、広志、岡村、はじめ、鈴木、道夫、丹安則、須人、四季、四季、三かな、劇、四安、森、千、茂、三谷、広志、浜田、正則、石井。 弓岡屋原秀夫近藤を通る坂田賢治山本、拓郎の武彦橋本幸太郎磯部正彦広瀬、のりや代たしろ大石久和小林清志氏、林康大江田仁氏土木学会の運営のために以下の部門を置いている。土木学会の研究グループに基づいた分類に従うと7つに区分され、属する工学領域は下記の通りになる。 表の上記3分野とコンクリート分野は伝統的な土木技術分野で、その他3分野は比較的新しい分野。土木学会は Web 検索エンジンを用いた一般用語から専門用語までの幅広い単語検索の結果で Wikipedia が上位候補に出てくることもある現状において積極的に Wikipedia を編集利用し活用するためのプロジェクトである。 応用力学ウィキペディアプロジェクトを2007年に結成し、土木学会の研究助成金や応用力学委員会の支援を受けつつ、学生も交えてウィキペディア記事内土木用語で未執筆記事や修正の必要な記事を発見し、それらの編集執筆活動に取り組んでいる。また、これらの活動は2009年11月26日放送の NHK。 ニュースを地球で取り上げられた。この応用力学、Wikipedia プロジェクト解説ページにおいて、Wikipedia を編集する上での Wikipedia 三大方針を上げた上で、誰でも編集できる手軽さは、同時に匿名編集者であるがゆえに、誰が書いたのか不明であり、信頼性が低く、また匿名編集が基本であるため内容に対する執筆者の責任が希薄であり、結果として、 これらの方針は、現状では、すべての記事では守られているとは言えず、土木学会の専門である土木分野を見れば記載されている記事には稀に偏った解釈などが見られることから、土木学会、または学芸員という専門知識を有した執筆者が、率先して、ウィキペディアを編集し貢献することが、社会貢献にもつながるとしており、これらの活動型分野にも広まることを願っており、 土木学会の提唱する Wikipedia を利用した学術学会の新しい社会貢献の形態に賛同が集まることを願っていると結んでいる。このプロジェクト活動としては以下の Wikipedia による専門知識の発信編集作業を通じた学生教育学術団体による社会貢献の新形態の提案を三本柱として掲げている。また2008年3月、 2009年3月には、教員及び学生を対象とした、ウィキペディア編集合宿を開催。2012年7月26日にはウィキペディア、管理者を講師として、ウィキペディア編集についての講義を行うなど、活動は継続している。土木学会。土木学会周辺地図。2020年6月22日閲覧。土木学会。土木学会の会員構成。 2019年10月21日閲覧土木学会が公益社団法人に土木学会事務局2011年4月1日土木広報センター土木会の新しい広報体制土木学会に設置して6月15日から活動を開始2015年6月15日土木学会社団法人土木学会歴代会長紹介 2009年2月20日閲覧。a b 土木学会応用力学委員会。専門知識の発信による学会の社会貢献土木。学会応用力学委員会のウィキペディアプロジェクト。55土木学会。 p819 から 825https コロンスラッシュスラッシュド o i o r g スラッシュ10.1241スラッシュ johokalri.coco.8192019 年2月26日閲覧。abc 吉川人志。応用力学、wikipedia プロジェクトとは、土木学開始。 ピアニッシモ、も、54から56、http コロンスラッシュスラッシュ www.jsce.or.jp スラッシュアーカイブスラッシュプロジェクトスラッシュ wiki.html 2016年1月27日閲覧吉川ひとし、応用力学、ウィキペディアプロジェクトの目的、京都大学、2016年2月16日閲覧。 応用力学、ウィキペディアフォーラム開催のお知らせ。土木学会応用力学、ウィキペディアプロジェクト。2016年2月16日閲覧。ありがとうございます。